混合型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の環球。海時発のイージスシステム搭載ミサイル護衛艦にして、アメリカ海軍以外が初めて保有したイージス艦でもある。61.03中規模に基づき、昭和63年度から平成5年度にかけて4隻が建造された。ネームシップの建造単価は、約1223億円であった。海上自衛隊は、 1> 第1次防衛力整備計画期間中の天津風によってミサイル護衛艦の整備に着手した。その後、第3次防衛力整備計画より建造を開始した、立ち、風型でシステムのデジタル化と海軍戦術情報システムに準じた戦術情報処理装置の導入、そして53中行より建造を開始した、旗風型では CIC 能力の強化とともに、 プラットフォームのがスタービン化も達成するなど、順次に性能強化を図っており、特に、肌、風型については在来型ミサイル護衛艦の頂点に立つものと評されていた。しかし一方で、当時のソビエト連邦軍においては、射程 400km 超音速を発揮できる、KH-22 空体艦ミサイルと、その発射母機として、やはり超音速を発揮できる、 つマイナス 22M 爆撃機、そしてこれらを援護して電子攻撃を行うつマイナス16電子戦機の開発、配備が進められており、軽空脅威は急激に増大していた。このことから、これらの在来型ミサイル護衛艦が装備していたターターシステムでは、性能上対処困難という問題が生じ、電子戦火でも多目標同時対処可能な防空システムである。 AWS の取得が施行されるようになった。海上自衛隊が AWS の導入に向けて動き始めたのは1981年、五郎とされている。数度の折衝を経て、1984年にはアメリカ側より、日本に対する AWS のリリース可能との回答がなされた。これを受けて、同年8月にはイージスプロジェクトチームが発足。 1985年8月には、洋上防空体制プロジェクトが編成された。また、昭和60年度計画で予定されていた旗風型3番艦の建造が中止され、イージスミサイル護衛艦の建造余石が確保された。1986年5月、防衛庁内に設置されていた、業務・運営自主関西委員会を発展拡大させて、 防衛改革委員会が設置され、その参加の4つの委員会及び、小委員会の1つとして、洋上防空体制研究会が発足した。要望権においては、アスレーダーや早期警戒機、洋撃戦闘機、そして艦隊空ミサイルシステムを組み合わせることによる、洋上防空体制の強化、効率化が模索されており、研究の結果、 護衛艦の艦隊空ミサイルシステムの性能向上については AWS が最適であるとの結論に至った。これらの検討結果は1987年12月の安全保障会議において了承された。これによって建造されたのが本型である。本型はアメリカ海軍のアーレーバーク級ミサイル駆逐艦をモデルとしており、特に AWS の各種レーダー類の配置の 必要上、上部構造物の設計は類似したものとなっている。また手機も同構成となった。一方で、船体部分の設計は従来の護衛艦と同じ手法によって行われている。他、軍機関としての能力が要求されたこともあって、上部構造物は大型化し、排水量も同級と比して大きく増大している。基本計画番号は、会116。 船警は r ー,ーバーク級では、艦尾艦班が一段下がっている、朝鮮主労型であったのに対し、本型では従来の護衛艦と同様、上艦班の正位置化を図り、艦尾まで平坦に続く、車労艦班型を採用した。なお、艦尾艦班は、ヘリコプター艦班とされているが、ヘリコプターの発着が、軽流装置と干渉することがないよう、 完備看板の原則部はなだらかに傾斜している。これを、初代村メ型をはじめとする初期の海上自衛隊、護衛艦の設計上の特徴であったオランダ坂に、例えてミニオランダ坂とも称するが、この造作は村雨型をはじめとする第二世代汎用護衛艦でも踏襲された。また、アーレーバーク級から導入された重要な要素が、傾斜線形の採用である。これは、アン。 スパイ -1D レーダーを設置するためには、上艦板の幅を広げる必要があった一方で、艦の推進性能確保のためには、喫水部分の幅を絞る必要があったことから、これらを両立させるために採用されたものであったが、レーダー反射断面積低減にも効果があった。赤外線シグネチャー低減のため、煙突への低減装置装備や海水艦の散水装置も設置されている。 また水中放射雑音低減のため、プレーリーマスカーを装備するほか、各種の防振・防音対策も講じられている。高誕性についても、相応に配慮されている。RA ーーバーク級では、船体は構成としたものの、煙突やマストはアルミ合金のままであったのに対して、本型では全構成とし、数用区画においてはさらに二重隔壁及び、 ニッケルクロムモリブ電鋼による断片防御が導入され、またノンハロゲン難燃性ケーブルの導入などもなされている。被害極限化のため、管内は4つのゾーンに区分されている。また使用配管については、左右限や甲板の上下などに分散しており、単に管の中央部前後で左右に分けるだけだった、従来のリングメイン方式よりもさらに徹底した方式となっている。 また NBC 防御のため、艦内に余圧をかけて、外圧と遮断している。搭載艇は7.9メートル内家庭2隻のほか、6.3メートル複合型作業艇1隻が搭載された。船体設計は、独自色が強かったのに対して、機関構成はおおむねアーレーバーク級に準じたものとなっている。指揮官には、同級と同じゼネラルエレクトリック LM2500。 ガスタービンエンジンを開示としては、初装備し、コガーグ方式で、主機関4機により推進機に軸を駆動する方式とされた。機関区画は、高換性に配慮して、シフト配置とされており、前方の第1機械室が、左減軸、補機室を挟んで後方の第2機械室が、右減軸を駆動する方式とされた。 またこれら機械室の前後に、それぞれ第1.3発電機室が配されており、この5つの区画で、機関区画を構成している。電源としては、アリソン社の 501K34、ガスタービンエンジンを原動機とする発電機3セットが、搭載された。これは2機を、常用、1機を非常用として、主発電機の運転区分により対応するものであった。 従来の護衛艦の装備容量とは異なっており、機種を含めて RA バーク級から導入された手法であったが、以後の DDDDG で標準となった。環境構造物前方のスパイ -1 と監視艦班のマーク41蒸気の経緯より、本型の中核的な装備となるのがイージス武器システムである。搭載しているすべての戦闘システムは、 AWS の戦術情報処理装置である指揮決定システム及び武器管制システムに連接されている。バージョンは収益時には1番艦から3番艦がベースライン4で4番艦のみがベースライン5としてリンク16に対応していたが2014年現在では全艦がベースライン5.2となっている。その中核となる多機能レーダーはアンスパイ n s p y 1 d で 固定式4面のパッシブフェーズドアレイアンテナは3.04、艦板レベルの環境構造物周囲四方に固定配置されている。これは RA ーーバーク級と同様の装備容量である。またミサイル発射機としてはマーク41モッド 6VLS を搭載するが、その搭載容量も、やはり RA ーーバーク級と同様で、監視艦板に29セル。 完備看板に61セルを備えている。なお発射機それぞれについて3セル分を使って再装填用クレーンが配置されている。搭載する艦隊空ミサイルは当初は SM-2MR ブロック3を用いていたが、後にブロック E や、さらには赤外線センサーを付加したブロック5と順次に更新された。これらの終末工程において、 セミアクティブレーダーホーミング誘導を行うためのイルミネーターとしては、アン、SPG-62 を環境構造物上部に1機、後部に2機の計算機を搭載する。ミサイル防衛能力、JFTM-1、ステラー生地で SM-3 を発射する。混合、JFTM-2、ステラー早房で発射された。 SM-3993 年5月29日の北朝鮮によるミサイル発射実験を受けて同年12月日米による戦意弾道ミサイル防衛検討の作業部会が設置され日本でもミサイル防衛能力について本格的な検討が開始されたまた平成7年度からは正式に我が国の防空システムのあり方に関する総合的調査研究に着手した そして1998年8月31日のテポドン1号の発射実験を受けて対処手段の具体的検討に入り1999年より海上配備型システムについて日米共同技術研究が開始され2003年12月には弾道ミサイル防衛体制の整備を閣議決定したそして2004年4月航空自衛隊のパトリオットミサイルシステムの 能力向上やバッジシステムの改修とともに、混合型への BMD 能力付与が決定された。まず平成16年度予算で、混合にイージス BMD3.6 システムが搭載されて、アン・スパイ -1D レーダー及びマーク 41VLS に、所定の改修が施され、SM-3 ブロック IA 弾道弾、迎撃ミサイルの運用に対応した。 改修工事は2007年8月に完了し、同年12月17日には、カウアイ島沖の太平洋ミサイル試射場での迎撃実験において、模擬弾道弾の直撃、破壊に成功した。続く平成17年度予算では、懲戒が改修され、2008年11月に迎撃実験を行った。ミサイルの動作不良のため標的の破壊には失敗したものの、 艦のシステムは正常に動作した。平成18年度予算では、妙、甲が回収され、2009年10月に迎撃実験を行い、目標破壊に成功した。また、平成19年度予算では、霧島が回収され、2010年10月に迎撃実験を行い、こちらも目標破壊に成功した。これらの艦に搭載する SM-3 ブロック 1A ミサイルは、 優勝援助調達によって36発が購入された。上記の通り、各艦が1回ずつの迎撃実験を行っており、毎回1発ずつを発射していることから、残弾は32発である。これらのミサイルの調達や、各艦の BMD 回収、迎撃実験などに用したコストは、合計で約1500億円であった。 弾道ミサイル探知の実績1998年8月31日の北朝鮮によるミサイル発射実験の際には、妙、光がテポドン1号の探知、追尾に成功した。この時点で、同館は BMD 回収を受けておらず、自動追尾ソフトウェアもなかったが、レーダー操作員が手動でレーダービームを試行し、テポドンを捉え続けたとされている。 2006年の発射実験では日本海に展開していた金ンと妙ョがテポドン2号と見られる噴射熱の探知、追尾を行った。これはミサイル防衛計画艦が実戦で弾道ミサイルの探知、追尾に成功した初めての例となった。2009年の発射実験では一部の艦が SM-3 による弾道弾迎撃能力を付与されていたことから 初めて防衛大臣により破壊措置命令が発出され弾道弾迎撃能力獲得のための回収を受けた金剛と懲海が日本海側に未回収の霧島が太平洋に展開され銀河2号の探知追尾に成功したただしミサイルが日本の陸域に落下しなかったので迎撃は行われなかったソフトウェアの一時供給停止条の 金ンの回収に際し、アメリカ側はイージス艦の情報漏えい問題を受けて2007年7月に回収に必要なソフトウェアや文書等の供給を停止した。日本側が新たな情報保全体制の取り組みを説明したのを受け8月3日に供給は再開している。この供給停止による回収計画への遅れはないとしている。本型では対戦能力についても 従来護衛艦と比して大きく刷新されている。最大の変更点が1区 -100 に対戦情報処理装置を中核としたシステム化である。開示ではすでに朝霧型などに1区1 0 1やスワーズを搭載していたが、これは戦術エコーソナーやその部位などの情報を統合し、パッシブ運用のシステム化を図るものであった。これに対し、 本型搭載のマイ -100 には、RA バーク級でも搭載されていた案、SQ9-89 に反を取って、AWS と同様のシステム統合を図っている。ソナーとしては、技術研究本部が試作していた OXX の成果を踏まえて、完全デジタル信号処理化及び、ソナードームのラバーウィンドウ化を図って開発された、o x 1 0 0二を搭載した。また、 完備作舷からは、栄光式の多くはマイナスにも繰り出される。対戦兵器としては、監首側のマーク 41VLS から発射される、垂直発射式アスロックと共に、後部上構え付近の両舷に324立方ミリメートル連装単魚雷発射管を装備している。なお本型より、艦内操作による魚雷発射が可能になった。 ハープーン発射等体水上捜索用のレーダーとしては、前任の旗風型と同系列のオプス -28D を搭載する。これは遠距離での精密捜索能力に優れており、水上の目標のみならず、低空を飛行する巡航ミサイルなどの探知にも使用される。艦隊艦ミサイルも旗、風型と同様で、ハープーンを搭載する。 2013年12月の時点では、ブロック 1C が搭載されていた。定数としては4連装発射等2機だが、1機あたり2から3発で運用している間も多い。54口径 127mm 単装速射砲手法としては、RA ーーバーク9で搭載されていた54口径5インチ単装砲や、旗、風型で搭載されていた54口径5インチ。 単装速射砲ではなく、オートメラーラ製の54口径 127mm 単装速射砲を搭載した。これはその名の通り、繁用護衛艦などで搭載されていた 76mm コンパット砲のスケールアップモデルとして開発されたものであり、海上自衛隊としては初の採用例であった。またこれと組み合わせる砲射撃式装置としては、旗、風綿などで搭載された。 FCS-2 から21に、所定の改正を加えて、環境上部に装備した。CIWS は、従来の護衛艦同様高性能 20mm 機関砲を2機搭載しているが、従来の両弦配置から、中心線上の前後配置に、CIWS 基部も露出した状態から、RA バーク級と同様に改められている。なお、混合型は全4隻が、 ブロック1バイトへの換装を完了している。ノルックマイナス -2 電波探知、妨害装置電子戦装置として、原型艦であるアーレ b バーク9は、電子戦支援機能しか持たないやん、SLQ-322 電波探知装置を搭載していた。これに対して本型では、電子攻撃機能を備えるとともに、より成功な国産機であるノルックマイナス -2 電波、探知妨害装置を装備している。 これは、技術研究本部において、昭和50年度より、水上艦用電波探知妨害装置として、開発されていたもので、まず電波探知機能のみが、汎用護衛艦向けのノルアマイナス8として、昭和60年度より装備化された後、電波妨害機能も備えたノルックマイナス2が本型で、装備化された。対艦ミサイル防御を重視して、ミサイル C カオハの瞬時探知、 全方位同時捜作などの機能を備えている。また、チャフ IR デコイを展開するため、他の護衛艦と同様に、チャフロケットシステムを装備しており、そのマーク1376連装デコイ発射機は4機が搭載される。装備位置は全部01艦板上である。後部艦板 RA バーク級フライトアイと同様、格納庫こそ持たないが、飛行艦板と給油機能を有している。 また、SH-60J に搭載されるヘリコプター、戦術情報処理装置との連接のため、多く -1 ヘリコプターデータリンクも搭載されるなど、航空運用能力は旗、た、風型と比して大きく向上している。インド洋派遣テロ対策特別措置法による広報支援の一環として、インド洋への海上自衛隊の派遣が決定された際、 当初からリンク機能の装備状況を考慮して、イージス艦を派遣艦に含めることが検討されていたが、高性能な新鋭艦の派遣は、G 目的ではないのか、イージスシステムによる米軍とのデータリンクは、政府見解で、意見行為とみなされている、集団的自衛権の行使に当たるのではないか、派遣中の日本の防衛体制に穴が開くなどの反対意見が、国会などであった。そのため、 インド洋へのイージス艦の派遣は2002年末まで行われなかった。最終的に本型艦の派遣が決定された理由として、司令部機能を持つ護衛艦のローテーションの組みやすさ、高い情報処理能力による安全性の確保、乗員の負担が軽減できる居住性の良さなどがある。ただし、混合型には格納庫がないため運用できる、懲戒ヘリコプター数は減少することになった。 ありがとうございます。